はいどうも皆さんこんにちは、ピョチキチャンネルエプネシのピョタです。さあ今回もネタバレの激しすぎる RPG 最後の敵の正体は勇者の父やっていきたいと思います。ネタバレが激しすぎる RPG か。はい、ということで前回までのあらすじなんですが、まさかの裏切り者はマーシャ・ウラギールじゃなくてテレーゼ・マドハズレイだったということになりました。いやびっくりですね。まあ、あの途中で一応予想は立てたんですよ。マーシャが私が絶対裏切ることはないからねって言った後にこいつ 1億% 味方だって言ったんだよ。そうだから1億% 味方ってことは 1億% 味方じゃないって言ってない？ 100% を超えて敵ですって言ってないかっていうことを言ったんだよ。そうまさかの当たりですね。確かに的外れが言うてんのがね、たまに反転しない時があるから謎だったんだけどね。まあでもここの僕の予想は合ってましたね。それは良かったんですが、あれなんですよね。そうするとマーシャ・ウラギールが裏切るのは何っていう期待、まあ謎ですね。ということでやっていきましょう。テレーゼ・マトハズレイを倒すとはなかなかやるな。まあUFO ってある気がするもんな。あ、UFO が倒しました。俺の魔力を解き放ち、お前たちを屈服させるしかないようだ。一応武力は使いたくない主義なんだね。おお。自分の愚かさを恥じるがいい。かっけえ。さあ、俺と共に世界を救おうじゃないか。魔王勇者の地位置は超魔導ギリシナヌ。ギリシナヌ MP500 を放とってしてきた。ギリ死なないのか。ギリ死なないのか。気力解放ホーリー、みんな頑張ってください。ホーリー1300頑張りましょう。さっきのバトルの続きなんだけど HP がそのまんまだ。ギリシナヌ1。今からでも遅くはない。一緒に新しい世界秩序を見ようじゃないか。俺は諦めない。必殺剣。さあここどうしよう。ワイドリカバリーが打てない。ワイドリカバリーが打てないからウルトラヒールで回復入れて魔力上昇したいね。ここはで応援でもう一段階アップ。さあウルトラヒール、ナイス、頑張りましょう。ポイズン、うわっサポーターを落としに来やがった。ああ、UFO はもう使えなくなってるね。必殺剣。ホーリーよりも。ワイドリカバリーはあれだもんな。状態異常取れるのが勇者しかいないんだわ。アイスリジェネ。集中で TP をって思ったけど、TP もうすでにかなり高いな。ガードブレイク行くか。ガードブレイク。さあ必殺剣、うわ、ガードブレイク。グラビティ、体力が半分失われる。はあ、体力の半分は残ってる。体力の半分か。これ友人なしがやばいんだよ。ウルトラヒーローやるとマジックリジェネ、これにしようか。魔法系だからな。どうしよう。ワイドリカバリーで足りるかな。ワイドリカバリー、ここは乱れ打ち、ちょっとどれぐらいダメージ入るか見てみましょう。
ワイドリカバリー、おお、いい回復量、マジカルディシャネ4回やっぜ。サイレンス、魔法が唱えられない。まあでもこいつ魔法使えないもんな、元から。ウルトラヒールはいらないから、気力解放どうしよっかな。これとりあえず魔力上昇で魔力は多め保っておきたい。応援の効果はまだ残ってる。ガードブレイクはもうあれだから集中。さあどんどん当ててけ。さあ沈黙解けた。パワー、これで終わりだ。魔王勇者の地位置は超魔導ギリシナヌを放とうとしている。マジかよ、またギリシナヌ放ってくんの、やべえよ。今度こそおしまいだよ。ああ、そんなことさせるか。ホーリー、さあ乱れ打て。ホーリー、いいダメージ入ってんだよな。乱れ打ち、普通にいいダメージ入ってんだよな。いい加減降参したらどうだ。お前たちに勝ち目はない。あれ、よくよく考えたらさ、これさどうやっても勝てるよね。 HP を半分にするまたは HP を1にするだからさ、どう削ろうが必ず勝てるくね。めちゃくちゃ真面目にやってたけど。ホーリー乱れ打ち、うわー、ちょい倒した、倒しちゃった。41,092 の経験値を獲得。お金を 51,203 ゴールド。なんでそんな端数。エリクサーと復活の薬、ハロード賢者の地レベル37、マーシャ裏切るレベル37、ユウジンなしレベル27。いやいやー、ここいらで終わりたいけど、まだちょっと早いんだよな。予想以上に魔王戦が早く終わった。まあいっか、たまにこういう時があってもいいよね。うん、いい。ということで、一旦ここまでのご視聴ありがとうございました。いやー、勇者の地位置やっぱ優しいわ。ギリシナヌで死なないし、HP を半分にしてくるし、まあ HP1 で半分食らったらどうかは分かりませんが、逆に言うとリージェンとかをやっていて体力が2以上あれば絶対に死なないようになっていたっていう状況でしたね。はい、かなり優しいっていうか、まあうん、殺す気はなかったっぽい気がしますね。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。次回の動画上がっておりますので、そちらの方のご視聴よろしくお願いいたします。それではじゃねー。